はいどうも、社会保険労務士の大月です。テーマは2020年受験者必見聴取法の注目すべき3つのポイント、こちらをお話ししていきたいと思います。お話しいただくのは富田先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。富田です。聴取法の試験のポイントの3つということなんで、勉強の範囲もそんな広くないような感じがするんですが、どういうのがあるんですかね。はい、労働保険料が一番よく出てくるんですね。労働保険料の中で額がまず一つ目、保険料の種類があります。一般保険料から始まっていくつか種類があって、はい、額の計算方法が決まってる、はいはい、それが一つ、はい、まず一問普通に出てきておかしくないだろうと思います、うん、それから労働保険料の申告納付、こちらの方が実はよく出るんですが、申告納付の期日とか方法なんですね。日数があったりとか、もしくは誰にっていうところ、いつまでに誰に何をとかいうところですね、それが申告納付でした、はいはいはい、二つ目、一つ目二つ目合わせましてまとめてしまうと実は労働保険料なんですね。やっぱり聴取法ではこの分野が最も重要視される。実務上も当然大事で、社労士バッジを皆さんつけられたらですね、その後必ず実務でやるだろうっていう理由ですから、言っておかないといけない内容だし、実務上もテスト上もですね、この労働保険料に注目してほしい、はいはい。で3つ目なんですか。はい、3つ目やっぱりね、保険関係の一括に注目したいと思います。保険関係いくつかの場合に業種単位じゃなくて一括して取りをしていいよという規定があります、はいはい、保険関係の一括に関して他の分野もあって、その中でこれは勘である程度決めました。保険関係の一括が2020は出るんじゃないかと、この3つの分野に注目をしたいなと思います。なるほど、はい、では2020受験者必見の聴取法の注目すべき3つ、はい、1つは労働保険料の額、はい、そして2つ目はそれに伴う申告納付、はい、そして3つ目は保険関係の一括と、はい、この辺を押さえておけばきっと聴取法はいい答えをしてくれる、はい、この3つが出ます。本日は聴取法で注目すべき3つのことをお話ししました。皆様からの高評価そしてチャンネル登録をお待ちしております。お願いします。